エディータ、1972年11月14日帯は、ポーランドの歌手、ポーランドのジェンビツェ出身。国際的な活動歴がある、ポーランドのアルバム売り上げ最高記録保持者、本名エディータ・アンナ・ゴーニアック、1989年に TV の歌番組に出場、1991年には、 ブロードウェイに行った人気ミュージカル、メトロに出演する一方で、様々なコンクールに応募し、好成績を収める。1994年に、ポーランド代表として、ユーロビジョンに出場し、準優勝。1995年にアルバム、同体育でデビュー。また、イギリスの EMI インターナショナルと契約し、1997年に、ファーストアルバムの英語版。 エディータ・コーニアックで世界デビューを果たす。EMI ・インターナショナルとの契約を終了した後、2002年にはドイツのバージンレコーズと契約し、ポーランドでセカンドアルバム、パーラ、英語版、インビジブルをリリース。その後自身のレーベル EG Productions を設立。低迷期を経て2007年サードアルバム、EFG でカムバック。その他のアルバムに、前がある。 ありがとうございます。